会期末6月23なんで、最後内閣不信任案が出ますから、そこで不信任出されたってことは信を問うって言って解散はできるので、それをやったら本当にもう岸田さんはサプライズ男ですね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。フランチャイズチャンネルショー2024、8月3日土曜日11時から秋葉原 UDX でやります。今年はゲストがすごいのね。はい、こんなゲスト、はい、すごい、みんな来てね。はい、あと9月に立憲民主党も代表選挙がございます、うん、おー、なんか相対分離論をニュース見た見ましたね。あれね、なかなかマニアックなニュースなんだけどさ、よく見てるね、はい、今何が起きてるかっていうと、立憲民主党代表は泉さんっていう泉健太さんなんですが、はい、仮に政権交代に成功して多数を取ったら、うん、総理には野田佳子さんがふさわしいっていう現場さんがね言い出した。あれすごいよね自民党昔相対分離論ってのがあったように、今回ね立憲は総代で、うん、そしてもちろん泉さんも将来総理になるため立派に今修行なさってるみたいな、うん、まだ修行不足だから待ってろとお前はみたいな、うん、あれどうなん、すごいですよね。あれはなかなかいい影響があるというか、うん、要は立憲民主党党内で泉さんの基盤がやっぱ弱すぎるわけですよね、うん、だって今現職の代表なのに推薦人が20人集まんないんじゃないかと言われてるわけですよ。マジ、うん、明確にいないらしいです20人。これはもういろんな人が心配してる。別に枝野さんが出ようと思ったらまあ間違いなく集まると、うん、まあ、野田さんが出るかどうか分かんないけど出ようとすれば集まるでしょう。あと左派系の人で長妻さんとかリベラルも一人出せるぐらいの推薦にいるでしょうと。そうするともう20人ずつみんな取っちゃうと立憲で120人とかしかいないので、もうあんまパイがなくて、そっから20人泉さん集められんのみたいな話になってて、現職代表不出馬っていう可能性もゼロではないというですね。そうなんだ、うん、谷垣さんみたいな感じだね。あ、そうですね、総裁で唯一総理になれなかった男。あ、これ泉政権あるかもってね、うん、しっかり話した YouTube 数少ないねこのチャンネルの方でね、はいはい、泉政権ちょっとだけ期待してるんだけどな。そうですよ、でも未だ泉史上最も総理に近いことは間違いないんですけども。そうですよね、ただ今月解散した方が泉総理は近いでしょうね。あるよね、だって、うん、交代する暇がないもんね。そうなんですよ。そうなれば主犯指名は普通代表が総理になりますから、うちらだったら馬場伸幸さんが仮なんかあれば総理総裁になってわけですけども、相対分離論で代表はこっちだけど総理はこっちだみたいな。現場さん受けた ね、 ねえ、でもあれは党内のそういう雰囲気を代弁してるんで、現場さんが一人で言ってるわけじゃないわけですよ、まあ、そういう声があるからああいう記事になるわけなんで、それやっぱり立憲民主党の中のね、虎視眈々とやっぱり代表を狙ってる勢力っていうのがいっぱいあるんだろうなって思いますよね。そうですね、ということで、まあ普通に考えると岸田さんこのまま普通に総裁選行くでしょうね。まあもうとりあえず本人はチャレンジするでしょうね、解散はないね多分総裁選の前にね。これででも来週解散とかしたら本当にやばいことになりますね。来週まだ解散できるわけで、まあ来週不信任案がこれ6月の14日に取ってるので、会期末6月23なんで最後内閣不信任案が出ますから、そこで不信任出されたってことは信を問うって解散はできるので、それをやったら本当にもう岸田さんはサプライズ男ですね。そうね、だけど絶対勝てないよね今の情勢だとね。公明党も絶対やってくれるなって言ってますから ね、 そうね、立憲が3連勝しましたからね補選ね。そう、ただねこれ意外と勝てる論を唱えてる人も何人かいるらしくて、これ噂ベースですけど閣僚経験者でも、なぜかっていうと今立憲で180人ぐらいしか擁立してないんですよ。なので単独監査絶対行かないと、でかつ関東とか東北とかがまだ少ないんで、そこら辺で負けを一番少なくするのは実は今で、秋まで待って220とか230とか擁立される方が負けるから、今やっとく方が過半数キープできる可能性が高いっていう人は結構いるらしいんですよ。だからその辺の意見を採用して解散を断行するっていうのはゼロではないっていうですね。維新は何人擁立してるんですか。維新は今160ぐらいですね。なかなか維新もね、ちょっと今ね議席予測見ても50、60だもんね。そうなんですよ、大変ね。政治の世界は本当に私も大変ですよ。そうね、どう情勢調査、情勢調査土木田さんのどう。まあ立憲が今はもう都内どこでも強いです。あ、そうなの。自民はやっぱりどこもいい勝負になってると思います。やっぱもう下がってきてるんで、そのまま立憲がやっぱ跳ねてるので、自民に分かってても立憲に届かないっていう選挙区が多くなりそうな感じがしますね。大変だね、こんなにいいことしてるのにね。なんとか評価されるように頑張りたいと思いますけども、うん、あとなんか面白いテーマありますか。ありますかね、今日次回こうや玉木さん来てもらいたい。あ、そうだそうだ、それをやりながら、うん、ちょっと今僕ら喧嘩中だからな。え、喧嘩してるの。まあツイッター上で。あ、そうね、まあ、別にあれは厳しいよね、ちょっとね。ここで直接やってよ。そうなんですよ、なぜか FC チャンネルで、FC チャンネルで設定登録みたいな、うん、なぜか。でもね、よく言われるのは、うん、やっぱ玉木さんはトリガー情報の怨念があって、うん、要は彼もこうかなり抱きついてというか、うん、予算案に賛成して、うん、維新の合意文書みたいなもんですよ。はいはい、予算
さんに賛成するからトリガー条項、ガソリンの減税をやってくれと、うん、でそれはもう約束をして臨んだにもかかわらず、うん、1年間ぐらい押し引きをやって結局ガソリン減税っていうのは実現しなかったと、うん、で一方でこう維新が今回こう飲ませて法律が改正されそうだっていうことで、その怨念みたいなものがあって妬み嫉妬みたいなものがあるんじゃないかということは言われてますけどね。玉木さんにはそういうイメージないですけどね。だから純粋にこの案は良くないってなんか思ってると信じてますけどね、僕はね。でも玉木さんの着眼点も鋭い部分もあって、うん、鋭いな、これは勉強になるなっていう部分と、うん、いやこれ言いがかりでしょっていうのはまあ半々ぐらいかなっていう気がしますね。なるほどね、うん、それをちょっと白黒はっきりなぜか FC チャンネルつけましょう政治家医学案どっちが良かったか。けどここは揉めないでほしいな、ね、自民党がいかに終わってるかを話してほしいな。そうですね、うん、でも国民民主党さんも結構いいことやってて、例えばその文書通信交通滞在費っていうあの月100万円もらえる特権があって、これ領収書公開いらないっていうのを維新と国民さんは自主公開してるんですよね。だ1対1をやると率先垂範っていうことを、うん、そして立憲はあの法律カットをやるよっつってやってないでしょ。やってないですよ。今回国民さんにちょっと一個苦言だけ言ったのは、うん、企業団体献金に対する態度は結構玉むしろなんですよ、はい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 、でこの間衆議院でずっとやってた時は野党結束して企業団体献金は廃止をしようということでタッグを組んでやってたんですよね。でも国民民主さんは参議院に来たら企業団体献金旗を下ろしてやめちゃったんですよ。けどそれはやっぱ大企業からのバックがかなりあるからでしょ、まあ、労働組合が母体ですからね。各政党のその資金源はそれさ、いろいろあるからね。だって新聞赤旗からやってるから政党の交付金がいらないだけでね、はいはいはい、そういうのもあるしさ、お金はいるよ ね、 金はね、政治家だって立憲もあんだけ言ってるでパーティーやるんだから。そうなんですよ。でも政治に金がかかるのを今の自民党に言われるとイラッとしますよ、ね、裏金作っといてそんな言い訳自分でするみたいな。有権者とか他党が言うのはあれですけども、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんな豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい。